早見修吾、医師です。あの日、小坂井先輩に頼まれて当直医のバイトを変わっただけでした。本当です。確かに田所病院には事故の日、陽子の搬送を断られました。でも、それが陽子の死んだ理由ではないと思っています。川崎ひとみ、大学生です。あの日、雨が降ってて傘をさして歩いてたんです。そしたら急にバンと音がして、気づいたらピエロの人にあの病院に連れてかれてたんです。本当に怖かったんです。今日からお前たちは人質だ。体感脱出ミステリー仮面病棟。田所三郎、田所病院の院長です。まさかうちが路上事件の現場になるとは。通報しなかった理由ですか？患者の命の危険もあるじゃないですか。拳銃も持ってたし。小坂井司、医師です。あの日は後輩の早見君に当直医のバイトを代わってもらってました。早見君なら任せられると思ったんです。妹の件ですか？いや、別に田所病院を恨んでるわけじゃありませんよ。あの日は深夜に怪我をした女の子を抱えたピエロが救急に突然来たんです。怖かったですよね。だからすぐに早見先生に内線をしました。この病院ですか？いや、普通の病院ですよ。この病院を占拠した。逃げる先に待ち受けるいくつもの謎。この病院には何かある。ふざけるな。全ての謎を解き、病院から脱出しろ。仮面病棟。